ゴジラサウルスは中世代三畳期の北アメリカに生息していた獣脚類コエロフィシスカに属する中型肉食恐竜である。もし機種はジークエイであるが現在まで知られているゴジラサウルス属はこの一種のみである。アメリカのニューメキシコ州クワイクンのレベルトクリークで骨格の一部が発見され1997年に新属新種として記載された。 2億2000万年前から2億900万年前の三畳期、後期頃に生息していたと考えられている。発見された個体は生体とみられ、体長はおよそ5.5メートル、体重は150から200キログラム程度と見積もられている。生体では6.5メートル前後になると推定されており、コエロフィシス科の中でも大型の種で、当時の肉食恐竜としては最大級のものである。 そのため、東京生まれで、日本人の母と幼少時に共に、ゴジラの映画を見たことが恐竜学の道に進む、きっかけの怪獣マニアである記載者のケネスカ・ペンター、博士が怪獣王の異名を取るゴジラにちなんで命名した。学名の綴りが、映画、ゴジラの英語版の表記であるゴジラではなく、ゴジラなのは、博士が日本の怪獣なので、日本語の発音を尊重したからと語っている。 なお、この恐竜の発見の6年前にゴジラシリーズの中に、ゴジラザウルスという架空の恐竜が登場している。ありがとうございます。